はい、皆さんこんにちは。J と申します。今日は定期テスト対策で、忍びなんちゃらって書いてますよね。人に忍ばざるの心という風にやっていきたいと思います。見ていきましょう。孟子曰くですね。孟子先生が喋っております。なんて言ったのかな？人、皆ですね。で、ありっていう動詞が出てきてますよね。この漢字に関しては、後ろに主語を取ります。なんで、帰り点の2があるじゃないですか。なんで、1のところが主語というふうに考えたらいいと思います。あり。何があるのかなっていうと、心がありという形です。で、一体どんな心があるのかなっていうとですね、ここ、今四角で囲った部分というのが、こういう心ですよという説明です。で、それが一体どんな心なのかというのを説明していくと、忍びざる。これが動詞になってますよね。忍ばないです。で、人ですね。人っていうのを目的語として取ってます。0点がついてるんでね。こういう形です。はい。書き下しにしますと、人、皆。人に忍びざるの心ありと。どういうことかというとですね、人には皆、人の不幸を見過ごすことができない心があるというふうに言ってるわけです。だから周りの人がもし不幸に陥ってたら、それを見過ごさずについつい助けてしまいそうな心というものが人間にはありますよってことですね。そうかなという気もしますけども。線を、あとですね、緑色に色を変えている部分というのは、基本的にちょっと問題として聞かれることを予想している予想の問題ですね。ここの場合で言うと、人に忍びざるの心とはどういう意味か答えよという問題を予想しています。もちろん人の不幸を見過ごすことがない、できない心というふうに説明してくださいね。そして戦王。これはですね、昔の王様ということになります。戦王にありという感じですね。で、何があったのかというと、同じ構造ですね。心がある。どんな心かな？人に忍びざるの心ですね。こういう形になってて、四角の部分っていうのが動詞。目的語。こういう形ですよね。はい。書き下しにすると、戦王、人に忍びざるの心あり。古の王というのは、人の不幸を見過ごすことのできない心を持っていたと。だから、という感じですね。ここにあり。何があったのかな？帰り点の1。祭りごと。これは読み方をね、問題として予想してますので、政治のせいと書いて祭りごとという風に読めるようにしておいてください。祭りごとがあった。じゃあ、どんな祭りごとがあったのかなっていうのが、また同じですね。ここ、四角で囲っております。人に忍びざる。この祭りごとがありました。つまり、ここに人に忍びざるの祭りごとあり。人の不幸を見過ごさないようにする政治を行っていたということですね。はい。なので、一応なんか三段論法的に来てますけど、人には、他人のね、不幸というものを見過ごせないようなものがあるのだ。だから、昔の王様にもその心というのがある。人の不幸を見過ごせないような心があった。結果、政治というものっていうのも、人の不幸というのを見過ごさないような政治を行うというふうになってるわけですね。そして、もって、以上の意を使ってますよね。これは、帰り点ついてる場合というのは、英語で言う with に該当すると思ってください。何々という手段でとか、何々でということです。で、帰り点の2がついてるので、1の心の部分というのが主語になってます。心を持ってですね。で、一体どんな心を持ってなのかっていうと、さっきと同じですね。この四角でくくった部分というのが、人に忍びざるの心を持ってという風な形で訳を作っていきます。もう大丈夫ですよね、この形ね。人に忍びざるの心を持って、人の不幸を見過ごすことができない心で、そしてここの部分はちょっと書き下しというのを問題として予想してますんでね、しっかり書き下しにできるようにしといてください。その際のポイントというのは、この行くっていう字ですね、行ふという動詞なんですけども、行はばという風に送り仮名っていうのをつけれるようにしておいてくださいね。行うのならばという過程になります。で、何を行うのかというと、祭りごとですね。これが目的語になってる。で、どんな祭りごと、政治を行うのならばなのかというと、さっきと一緒ですね。人に忍びざるの祭りごとというふうになります。大丈夫ですね。人に忍びざるの祭りごとを行わばですね。人の不幸を見過ごさない政治を行うならばです。行はばって来てたら、順接過程で取ってくださいね。天下を治むること。これが動詞になってて、天下。これが目的語になってるんですが、治むることという風に塊になってますよね。天下を治めること。で、これが大きな主語になってます。天下を治めることは何なのかっていうと、べし。これはですね、可能のか、英語で言う can に該当します。できるのだ。で、何ができるのかっていうと、0点がついてますよね。なので、下の2点の部分というのが動詞になってます。巡らすことができるのだという感じになります。この辺がですね、読みであったり、意味であったり、問題として出てくる感じがするので、しっかり押さえておいてくださいね。巡らすことができるのだ。これを症状に、手の上ってことですね。手のひらの上に巡らすことができるのだっていうね。この症状というのも読みとか意味というのを問題として予想しております。まあ、ちょっと訳を作ってみましょうか。天下を治むること、これを症状に巡らすべし。天下を治めることは手のひらで転がすように簡単にできるのだということですね。まあいいでしょうか。だから他人の不幸を見過ごさないような政治を行っていけば、天下を治めることなんていうのは手のひらの上でもう物を転がすごとく簡単だって言ってるわけですね。ただそれができひんからなかなか天下って収められないような気がするので、あれ、孟子先生合ってるかなという気はしますけどね。うん。だってもしそれがね、人の心に常に備わってて、みんなができるのであれば、ずーっと同じ政権が続いててもいいような気しますよね。あれれ？まあまあいいでしょう。続き行きましょう。はい。ここはですね、傍線みたいなのが入ってますけど、これは熟語として扱いましょうってことですね。ところ以上の意で、ゆえんというふうに読みます。そして意味というのは理由を聞いてます。であるからだという感じですね。ゆえんだと。で、何のゆえん、何の理由なのかというと、帰り点の4がついてるので、これが3の説明になります。ゆえんですね。私がこのように言う理由はという感じなんです。で、このようにのところが一体何を言ったのかっていうと、帰り点の3がついてるので、2、1のところまでが全て目的語という形になります。今、四角でくくった部分というのが全て言った内容ですね。だから、私はほにゃららと言った理由はという形になります。いいでしょうか。で、何と言ったのかな？人が皆あり。で、何があるのかなっていうと、心がある。まあ、さっきの話と一緒ですよね。人に忍びざるの心があると言ったその理由はということですね。人に忍びざるの心ありというゆえんのものは。まあ、ゆえんはでもいいかなと思いますけどね。ものっていうのは読まずにね、主語を表す表現としてゆえんはというふうにとってもいいかなと思います。人は皆、人の不幸を見過ごすことができない心を持っているという、その理由はですね。なぜならばというふうに、ここから理由を説明すると言ってるわけですね。一体どんな理由があるんでしょうね。今、人。で、この後の字ね、作るのを人弁がない形ですけども、たちまちというふうに読みます。たちまち見れば、これが動詞になってますね。で、帰り点の2がついてるので、1がついてるところが目的語なんだけど、ここ結構ややこしいですね。1に0点がついてあって、さらにその後に2、1点というのがついてますから、ここは書き下しの問題要注意ですよ。予想してます。出るんじゃないかなという感じですね。まあ、とりあえず文の構造を取るなら、帰り点の1のところまでを全部ここが目的語という風に取ります。ほにゃららというのを見るならばという感じなんですけども、一体何を見るのかっていうと、この文章の中、樹脂のまさにほにゃららするですね。で、これは再読文字です。だから、句形を聞かれたら再読文字という風に答えて、まさにほにゃららするをという風に訳を作ってください。で、0点がついてるので、その下に来ている、入るという動詞。これが漢字がね、動詞になります。まさに入ろうとするですね。で、どこに入ろうとするのかっていうと、せい、井戸ですね。せいに、いらんとするをです。じゃあこの樹脂っていうのは子供のことを指してるんですけど、じゃあ子供はっていうとこれが主語に当たるわけですよ。なので、文の書き下しとしてはですね、今、人、たちまち、樹脂のまさに、生にいらんとするを見れば、こういう形になります。人がですね、子供が井戸に落ちてしまいそうになるのを見れば、ということですね。そういう形です。今、もしも、ある人が子供が井戸に落ちようとしているのを見たならば、こういう形ですね。皆、ありますよね。何があるのかっていうと、十滴即飲の心。ここが主語になってます。があるよねと。皆、十滴、即飲の心ありですね。ここは意味が聞かれたり、即飲というのも意味が聞かれたりすると思うので、ぜひ答えれるようにしといてくださいね。皆、はっと驚いて、そして即飲というのは、哀れみ、痛ましいと思う気持ちのことですね。と思い、助けようとするだろうという感じですね。こんな感じで訳を作っていきます。まあ、なるほどなという感じですね。もし目の前で子供が井戸に落ちようとしているんだったら、びっくりして近寄って助けようとしますよねと、それを即飲の心というふうに表現してるんですけども、だから人の不幸というのを見過ごせないという気持ちがあるのだと言ってます。まあまあ確かにそうかなと思いますね。目の前で車にひかれそうになってる子供がいて、まあこれ僕のタイミングなら助かるかなって思うんなら助けに行きますよね。まさかね、笑いながらふははは言うてね、見殺しにする人はいないと思います。サイコパスかよみたいな感じになるんでね。はい。そして続きですね。このあらざるというのは、is not 何々ではないという風に訳を作っていきます。じゃあ一体何ではないのかっていうと、帰り点の4ってついてるので、1のところまでここまでずらっとですね、すべて踏まえます。ほにゃららではないのだですね。で、一体何ではないのかっていうと、すぐ下に帰り点の3がついてますよね。ゆえんではないのだって書いてます。理由ではない。じゃあ一体何の理由ではないのかと、どういうわけではないのかっていうと、いるる。これが動詞になってまして、いるですね。で、一体どこにいるるなのかっていうと、帰り点の1のところまでが目的語です。交わりを樹脂の父母にいるるわけではないという感じになります。書き下しですね。交わりを樹脂の父母にいるるゆえんにあらざるなり。助けようとするのは子供の父母と接点を持とうとしているからではないのだということですね。まあだから変なね、横島な心が働いてて、このね、子供の親となんとか接点を保とうとするからじゃないんだということですね。まあだから変な横島な気持ちは働いてないということを言いたいんでしょうけども、さらに対句的に並んでます。あらざるですね。同じ形です。こういうわけではない。じゃあどんなわけじゃないのかっていうと、求めるわけではない。何をかっていうと、誉れを共闘法有に求めるわけではないと。誉れを共闘法有に求むるゆえんにあらざるなり。世間の人や友人に褒められようとしているからではないのだと。そして、あらざる同じですが、ちょっと形変わりましたね。下点になってます。どういうことかな？何々ではないのだ。ここですね。で、一体何ではないのかっていうと、憎む、その声を、そして、死化する、というのではないのだって書いてます。ちょっと待って、どういうことっていうとですね、これは、その声を憎みて、死化するにあらざるなりですね。ここは解釈が聞かれるかなというふうに予測してるので、解釈ね、しっかりできるようになっといてほしいなと思います。非難を受けるのを嫌がるからするのではないのだ。こういう感じで訳を作ります。その声っていうのはだから非難の声ですね。じゃあ一体なぜ非難を受けるのかっていうと、この場合だけは助けなかった時の非難なんですよ。前の2つに関しては子供を助ける理由というのは親とかになんか接点を持とうとしているからじゃないし、助けようとしたっていうのは世間の人や友人に褒められたいからじゃないっていうふうに、助けたことを前提なんですよね。で、この最後の一個だけは、助けなかったっていうことを言ってるんですよ。もし目の前の子供を助けなかったとしたら、非難を受けることになる。その非難を受けるのは嫌だな。だから、いやいや助けるんだってことじゃないのだっていう話です。いいでしょうか？つまり、純粋に自分の目の前で、うわ、やばい、子供が不幸になりそうだ、助けてあげようという風にして助けるんだっていう風に言ってるわけですね。まさに孟子の性善説らしい感じですね。そして、ここによりて、これを見ればという風になってます。もうこれね、結構決まった表現です。ここによりて、これを見ればっていうのは結構まとめでね、よく使う表現です。以上のことで、この件を考えるとっていう感じですね。もう同じ構造がずらーっと並んでますよね。対句的表現です。なきはですね、これも後ろに主語を取ります。即飲の心なきは人にあらざるなり。ですね。即位の心がないというのは人ではないのだ。哀れみ、痛ましく思うような心がないものというのは人ではない。だから目の前で不幸な人間がいてそれを見過ごしてしまうような人っていうのは当然ですけどね、哀れみや痛ましい心っていうのを持ってませんから、そんな奴は人じゃないと。そして、なきは、周をの心がないものは、これまた人にあらざるなり。これは意味が聞かれると思いますよ。周をの心なきは、人にあらざるなり。自分や他人の不信、不善ですね。良くない行いを恥じたり憎む心がないものは、人ではないと。つまり、良くない行いをするっていうのは恥んだ。良くない行いをしているあの人は悪いとかっていう風に、良くないことをしたものに対して恥を持ったり、ちょっと憎しみを持つというか、だから嫌いだなっていう風に思うってことですね。それは普通人やったら持ってる。それがない人間っていうものはいないっていう風に言ってるわけですよ。で、さらに、なきは、事情の心がないものは、これまた人にあらざるなりですね。事情の心というのも意味で聞かれるかなというふうに予想してます。遠慮し、譲り合う心というのを事情の心というふうに言うんですけども、遠慮し、譲り合う心のないものは、またこれは人じゃない。人間なら遠慮したり譲り合う心というものがあるはずだということですね。そして最後。是非の心なきはですね、人にあらざるなり。これも一緒ですね。是非の心がないのは、これまた人ではない。この是非というのは何かっていうと、物の善悪を判断するという意味で使います。なので、善悪を判断する心がないものは、これまた人じゃないというふうに言ってるわけです。いいでしょうか。即位の心、周をの心、事情の心、是非の心、それぞれですね、しっかり意味をね、理解しておいてほしいなと思います。即位というのは、哀れみ、痛ましく思う気持ち。周をの心というのは、他人や自分の良くない行いを恥じたり憎んだりする気持ち。事情の心というのは遠慮して譲るという気持ち。是非の心はっていうと善悪の判断をする気持ち。こんな感じですね。押さえておいてください。最後行きましょう。即位の心は仁の単なり。もうこのままですね。もうそのままです。哀れみ、痛ましく思う心というのは、仁の糸口になる。いわゆる短所の短ですね。きっかけになるのだということですね。そして、周をの心は義の単なり。自分や他人の不善というものを恥じ、憎む心というのは、義というものにつながっていくのだ。事情の心というのは、礼の単なり。遠慮して譲り合う心というのは、礼というもののきっかけ、糸口だと。是非の心は、知の単なり。物の善悪を判断するというのは、知につながっていくものだと。そして、これで四単、四単というふうに表現してるんですね。人のある動詞です。何があるのかというと、この四単があるということですね。人のこの四単ある。人にこれら4つの糸口、単というものがあることは、こんな感じですね。なお、ごとし。これはですね、再読文字になってます。まるで何々のようだというね、比喩的な感じになります。で、帰り点の3がついてるので、あるようなものだですね。で、一体何があるようなものなのかというと、死体があるようなものなのだというふうになります。なお、その死体あるがごときなりと。ですね。書き下しと解釈が聞かれそうなので、最後の2行ですね、しっかり押さえておいてください。人にあたかも、両手両足があるのと同じようなことなのだ。だから、あって当たり前のような感じで理解しないといけませんよっていうことですね。うん。まあ、難しいところではあるんですけども、まあ、人間としては、こういうね、仁義礼智の流れっていうものに全て繋がっていくような良い心というものは全て備わってるというのがね、まさに孟子先生の言いたいところではあります。即位の心は仁に。そして周をの心というのは義に。事情の心というのは礼に。是非の心っていうのは知に繋がっていく。仁義礼智というのは、孔子の教えをそのままですね、踏襲しているような形になってますよね。その辺をですね、しっかり理解しておいてもらえればなと思います。よろしいでしょうか。はい。ということで、今回はですね、孟子の四単っていうところについて説明していきました。人に忍びざるの心というところですね、説明していきました。テテストですね、しっかり頑張っていただければなと思います。教科書によってもしかすると帰り点の打ち方とかね、送り仮名っていうのは若干の違いが出ているかもしれませんが、まあ僕の持っているものはこういう風に振ってあったので、こんな感じで作りましたけども、もし動画の中で違うなというのがあればですね、教科書の方に従って勉強を進めていってもらえればなと思います。まあ基本的には意味的なものはほとんど変わらないと思いますんでね、どういう風に読むかっていうところだけだとは思いますので、意味としては問題ないと思いますんでね、解釈は間違ってはいないと思いますんで、安心して勉強していってもらえればなと思います。最後まで動画視聴していただいてありがとうございます。テスト勉強の役に立てればなと思いますんでね、頑張ってください皆さん。それでは、バイバイ。まあでもさっきもちょっと言いましたけど、でもこんな心がもしね、生まれついた状態で備わってるんであれば、ね、一つの政権がずっと続いてもよかろう、みたいな感じもするんですけどね。なぜそうなっていないのかな？人類の不思議だね。皆さんはどう思ったでしょうか？バイバイ。